妙見菩薩は北極星、または北斗七星を神格化した仏教の天部の一つ。御事星王、妙見尊、星王、北神菩薩などとも呼ばれる。妙見菩薩像妙見信仰は、インドに発祥した菩薩信仰が、中国で道教の北極星、北斗七星信仰と集合し、仏教の天部の一つとして、日本に伝来したものである。菩薩とは、本来、 ボーディサットバの御社で、菩提を求める史上の意であり、十回では上位である四世の一つだが、妙剣菩薩は、他のインド由来の菩薩とは異なり、中国の静粛思想から北極星を深刻化したものであることから、形式上の名称は菩薩でありながら実質は、大黒天や美写問天、弁彩天と同じ天部に分類されている。 道教に由来する古代中国の思想では、北極性は天帝とみなされた。これに仏教思想が流入して、菩薩の名が付けられ、妙見菩薩と称するようになったと考えられる。妙見とは、優れた視力の意で、善悪や心理をよく見通すものということである。妙見信仰は、中国の南北朝時代には、すでにあったと考えられているが、当時からの仏像は未だに確認されていない。 妙見を説く最古の経典は、神大出訳、七仏八菩薩諸説大だらに真授教である、我が北新菩薩名曰く妙見今よく、真授用語諸国土、諸赦人既徳古名曰く妙見聖延部代、星中最小、新鮮中の千、菩薩のおすむ、光目諸菩薩、交際所軍政、七仏八菩薩諸説大だらに真授教、 第二巻病研本宮千葉神社ここでは、病研菩薩の真珠を唱えることで、国家語辞の利益を得られるとされている。当代に入ると、病研信仰が大きく発展し、病研関連の経典や行法はルーしていた。縁人の旅行期、日東愚法巡礼行期から、当時の中国では、病研信仰が盛んであったことが伺える。病研信仰が日本へ伝わったのは七世紀のことで、こうくり くだら出身のトライ人によってもたらされたものと考えられる。当初はトライ人の多い関西異性の信仰であったが、トライ人が朝廷の政策により、東国に移住させられた影響で、東日本にも広まった。肖像院文書に仏像再式料として、妙見菩薩人からだ波再式の記事、また、俗日本記には、上野国群馬群にある妙見寺に関する記載がある。 北斗七世のうちにある、破群星にまつわる、信仰の影響で、妙見菩薩は、軍神として数形されるようになった。密教経典、仏説北斗七世延命行では、破群星が、薬師如来と同志されていることから、妙見菩薩は、薬師如来の化身とみなされる。なお、薬師如来のほか本事物に十一面観音あるいは、釈迦如来を当てる例もある。 千葉氏が使用した、九養門の中央の星が、北極星を表すという説がある中世においては、千葉氏や役の兵士が、妙見菩薩を、一族の守り神としていた。千葉氏は特に妙見信仰と、平の正門伝承を取り込み、妙見菩薩を氏神とすることで一族の結束を、図った。千葉氏の所領であった地域にも必ずというほど、妙見由来の寺社が見られる。千葉氏の氏神とされる、 千葉妙見宮は、源の頼朝から崇拝を受けたほか、日蓮もおもんじた。また、千葉市が日蓮宗の中山門流の段落ちであった関係で、妙見菩薩は日蓮宗寺院に祀られることが多い。玄高氏上帝中世初期に中国から伝来市恩妙道に取り入れられた、大乗神仙沈拓72霊符と呼ばれる72種の五符を司る神託霊符神とも集合された。 大阪府にある小松神社では現時元年の鎮宅霊符の版木が伝わっており、現在もこの霊符が配布されている。妙見信仰の聖地として有名な野瀬妙見山にも鎮宅霊符神と妙見菩薩が同一視されている。以上に加えて地域によっては水神、工部神、馬の神としても信仰された。野瀬がキリシタン大名の高山魂の領地であったことと、 キリシタンの多い土地に日蓮宗の僧侶が送り込まれたことから、隠れキリシタンは日蓮宗系の妙見菩薩像を天帝に見立てたとも見られる。江戸時代の平田篤種の復古神道においては、古事記や日本初期に登場するアメノミナカヌシ人は天地万物を司る最高位の神、または北斗七世の神と位置づけられた。その影響で、 明治維新の際の神仏分離令によって、菩薩を公然と祀れなくなってしまった多くの、妙見神社の祭神が、雨のみな主の神に改められた。妙見信仰には、静粛信仰に、道教、密教、音妙道などの要素が混交しており、造用も一定していない。他に甲冑をつけた武将型で玄武に乗る者、東福を着て、尺を持った音妙道系の像など、 様々な形がある。日本で重要文化財に指定されている、妙剣菩薩の彫像は、読売新聞社所有の一体のみである。この像は、昭和3年の命があり、元伊勢神宮下宮の妙剣堂にあったものとされる。しかし、この像は甲冑をつけ、右手に剣を持ち、頭髪を見らに言った特殊な造用を示し、諸伝通り妙剣菩薩と呼ぶべきかどうか若干疑問の、 残るものである。妙剣奇妙心真言妙剣心、中心主妙剣新言主史は祖。野瀬妙剣山海運殿以下は、妙剣菩薩を本尊とする、あるいは妙剣信仰に、ゆかりのある寺院の数例である、相馬中村神社にあった妙剣菩薩像が、神仏分離霊により、明治三年に、東山本堂に移動された。平ら分の流れを汲む千葉市や相馬市の、妙見信仰の大元。 徳川家康の守り本尊と言われる、妙見菩薩像がある。境内には、平野正門敗下の武将の子孫、渡抜家に伝わる妙見菩薩像を祀るために、高下五年に創建された、妙見堂がある。一説では、平義文が創建した、妙見宮が、唐山の前身と言われている。家庭元年に、秩父神社が落雷によって消失すると、秩父神社に、 妙見菩薩が合祀されることとなり、その150年後に妙見宮の跡地に新たに寺院が建てられた。わしに乗る妙見菩薩が、東山鎮守として祀られている。開庁日の11月鳥の日には、鳥の市が開催される妙見菩薩に基づき、北斎申請と合した、葛飾北斎が崇敬していた寺院として知られている。東京都にある、野瀬妙見山の別院。 かつ正吉と、かつ回親子の信仰を得ていたことで有名。境内の妙見堂に、北家教授の第三世漢寿、比喩より頂い,いた、千葉種貞軍人鎮護の妙見菩薩像が安置されている。598年に、蘇我馬子が回帰した寺院と言われている。本尊は十一面観音。群馬県の妙見寺はここから誕生されたという説がある。 妙見山の山頂付近にある寺院。日本三大妙見の一つに数えられる。妙見山の中原にある、天台宗より派生した、妙見宗の総本山。以下は、妙見菩薩を祀っていた神社の数例である。相馬市の氏神で、日本三大妙見の一つに数えられる。現在の祭神は、雨のノ中主の神、現在の祭神は、雨のノ中主の神、 お高城の本丸跡の平場に鎮座する。現在の祭神は、雨のみなぬしの神、久の氏の氏神。現在の祭神は、雨のみなぬしの神と丘の御玉神。現在の祭神は、雨のみなぬしの神ほか七柱。古くは、秩父国造の祖神、八石県命と秩父彦命を祀る神社。 家庭元年に消失した社殿の再建に際して、神社北東の妙見宮の妙見菩薩が合紙され、神仏分離まで妙見宮として知られるようになった。明治以降は、妙見菩薩が、姉の皆か主の神に改められている。祭神は、姉の皆か主の神、竹南方神、日本穂高の御柱。延長2年、日後国の八代神社から誕生されたと伝わる。現在の祭神は、 アメノミナカヌシノガミ、千葉神社村母子殿、ン武平子流千葉市に、ゆかりのある、下宇佐国とカ佐国に位置する六地社、千葉市の宇治神。当初は、妙見菩薩を本尊とする寺院であったが、神仏分離によって神社となった。現在の祭神は、アメノミナカヌシノガミ、明治初年に、当社の妙見菩薩像が別当時であった、妙福寺に移された。祭神は、 アメノミナカヌシノガミ。平野正門あるいは平忠純が誕生したと伝わる。現在の祭神は、アメノミナカヌシ以下の増刊神、刊。平忠純が治安元年に創建したと言われる。現在の祭神は、アメノミナカヌシノ新保家旧柱。大道年中創建と伝わる神社で、千葉純種の数形が扱った。現在の祭神は、アメノミナカヌシ小松神社の鳥居元々は、 千葉妙見宮の末寺。現在の祭神は、天のノ中主の神以下の造化三神と、天日和氏の地。千葉市の一族である幕張氏が創建した神社。現在の祭神は、天のノ中主の神。沈宅令府神と混交した妙見菩薩が祀られていた。現在の祭神は、天のノ中主の神。主祭神は、慰び古大神で、副祭神は、 アメノミナカヌシの陣以下の増上上ほか柱。日本三大名圏の一つに数えられる。祭神は、アメノミナカヌシの陣と国の男たちの村、経典、資料寺社。ありがとうございます。